本日のゲストはトルバカさんでございます。トルバカさんの経歴は、1988年生まれなんでやねんってことでね、もう何のボケもオチもないで。やっぱね、あのドライブって言ったらな、音楽流さなかった。ああ、そういうことね。じゃあチョイスミスやわ。もうちょっとこう白熱する音楽出さんかい。あ、こうか、こうか。はい、Y ボタンですね。しゅしゅしゅ。で、これ右側から来てる。おお。セーフ。ほら。どのボタンが出るかとか把握してないからむずいな、これ。プロフェッショナルは無理。プロは大体無理やんな。あれ？フォーの、フォーも確かそうじゃなかったっけ？なんかめっちゃなんか斧投げられてるけど。あ、でもこの前そのだからフォー検索。うん。あのサラダールゾーンに何回殺されたか。そうなん。めっちゃ死んだ。なんかプロフェッショナルのレンタめちゃくちゃきつくてさ、10回ぐらいを死んだ。サラザールゾーンに死ぬってめ、もうあれやな、ポンコツや。そう、なんかめっちゃシビアやつがある。こんな攻撃じゃビクトもしとるね。ビクトもしすぎてん。俺バイクやってるからよろしく。うまくいった。あ、ありがとう。あざすあざすあざす。やけに時間かかったなと思ったら、バイクやってた。そう。ごめんごめん。この地味に、この地味にバイクに体力4分の1も削られてんのが、なんかちょっと尺やけど、だいぶ。まあでも、まだこのペースでしたね。なんとかなるな。なんか、地味にこれがうまくいってんのが、ちょっと、あれやな。いい感じやな。攻撃されている。これ、両方来るんやっけ？右。やっとあのあれですよ、寄生獣に出てくるあのそのなんかあのあ頭乗っ取るのミスったやつじゃなくて、クラッシュメーカー。あ、オッケーオッケー。あっちゃ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 。トラックじゃバスやるわ。バスちゃうわ。バスもトラックも。じゃバイク。トラック。機銃の打ち方くらい知ってんだろって。お前運転の仕方くらい知ってんだろ。こんなやつに戸惑ってんじゃねえよ。バイクと同じ性能で走るなっちゅうねんって。頑張れ。生なきファラオ。名前ファラオ。あ、オーバーヒットした。チェックポイント来た。やばい。僕たち兄弟ね、このステージトラウマでさ、あのトルバコさん覚えてるか知らんけど、プロフェッショナルの時にチェッ立ってんぞ。トラウマはここやったな。ここじゃないと思うねんけど、体力半分か。あのないっけ、プロの時のさ、この後に出てくるさ、なんかあの超ごっついやつがいるじゃん。 あいつ全然クリアできへんかったやん。オーバーヒートしたわ、ごめん。あがないオーバーヒート。トラック優先して殴ればよかった、ね、トラックだけぶちのめしとしたらよかったか。じゃあトラックぶちのめさんかったら、そうやな、もう一回トラック来へんかったっけ。なんか来た気がする。来てるわ。でこれこいつ落とそうとしてくるから、早く倒さないとなんか突き落とされるんじゃなかったっけ。これなんかさ、すごい勝手に、あ、またオーバーヒートしてるわ。危な落とそうとしてる。よし、オーバーヒートだけは避けたいねんけど、オーバーヒートするかどうかがすげえ今見にくい状態になってる。それはあれやな、あのマスクやな。でもその前にっつって、オーバーホルダー。でーん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 。
あ、スーパーヒーロー、でもなんか動き的にはさ、ジムキャリー演じるマスクとさ、ウェスカーと変わらんくない？まあ、早着替えしないだけや。せやな。うん。Thank you very much. Who? でも最後あの、やっぱ撃たれてやられるっていうところは一緒かもしれんな。あれなんかなんだかんだマスク最近見てないから、あんま結末は覚えてるけど、どうボス倒したか覚えてへんな。ああ、あれよ、あの排水溝に流して沈めるっていう。だから多分ピンと切れへんな。なんかあのなんでそこ通るんみたいなところ、なんか池というか、なんかまあ噴水的なところに。なんかドリアンがなんか突っ込んでナイフで、キャメロン・ディアスとジム・キャリーを切り刻もうとやったんやけど、最後そこの噴水の排水溝が開いて、なんかめっちゃぐる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 回って落ちていって、で財布と一緒にうーって見てる。そうだからあれなかなかエグい死に方やと思うで。ああ、生きてるかもしれへんで。やな、でも死ぬとしたら歴史、もしくはあの機械に巻き込まれて切り刻まれて死ぬか。そっちやな。バイオシックスやな。バイオシックス巻き込まれて死ぬ。何だっけ、あの変なやつ。実写版の方やな。実写版の方か、タービンか。うん。あれさ、何だっけ、主人公アリスさ、涙してたけどさ、お前らそこまでの関係気づいてなくねっていうさ、もうどうしてもブラックに考えちゃうからさ。一緒にな、鳥で防衛戦をこなしたらやっぱなんかもうみんな友達やね。だな。待って、こいつら先に酒盛りやったな。完全に出来上がってるやん。楽しすぎて全員泥酔。熱そうやな。で、あれやな、今のさ、デチャントだっけこいつ。山崎パラオ。こいつな、飲酒運転できへんからさ。でさ、戻ってきた時にはもう酒がねえっつって、こいつら全部飲み干しきりやがったっつって、どういう顔か、俺も現地の酒飲みたかったのにっつって、こんだけさ、でかいやつに対してさ気づかないってさ、直前までな。そう、ジュラシックパークのベロキラプトルって一緒やで、ほんま。こういうやつ、あれや、アインシュタイン。なぜそこでいろんなひげの長い人たちがいる中でアインシュタインをチョイスした。俺ガリレオ・ガリレイやと思ったけどな。違う、偉人の話してるんちゃうの。ああ、はい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 、稲田ね。似てるわ、顎、髪の毛があるかないかの違い。あ、こういうでかいキャラな、なんかアニメとか漫画とかみたいな、なんかチンタラしてるイメージあるけど、本来早いやつやん。そうやんな、だってそのままでかくなってるだけやもんな、単純に。うん、すぐ敵出てくるって、めっちゃやる気満々やん、シェバ。わからへん。あ、でもいきなりなんか出てくるはず、奥か左か。今の時はなんかもう すぐ出てきてた印象あるけど、ベテランどうやろ、もうここのプロがマジでクリアできなくてさ、確かなんか48分とか9分とかさ、やってなかった？ストップ。リスタートします。コロバコさんが離脱しましたって出てた。おい、またここ一人でクリアせなあかんのんか。やわ。俺がホストになってるからな。ちょっと残酷な天使のテーゼですね。ごめんね。ロード途中で綺麗や。そうなんやろな。さあね。ちょっとお待ちくださいね。コロバコさんちょっと帰ってくるまで、はい、僕は炭酸黒ウーロン茶飲んで待ってるんで。 I'm back。 バック、あれ来た、そうや、あ、来た。ジャイロ機能があるから、これもしかしたら結構いい具合にできるかもしれん。よっしゃ、レッツゴレッツレッツ。これはジャイロ開きたいしょ。突っ込め、うん、せやな。例えば嫁さんとも実況取ったで。ほん。一切喋らへんけどね、嫁さん。
何をやったん？マリオテニスと、マリオテニス2試合と、マリオカート。ちょっと、あ、やってもった。あ、ちょっと待って、押したよ。ずっとエロある。なんか、むず？オッケーオッケーオッケー。後ろからチンチン出てくる。背中からチンチン出てくる。背中ちゃうかったわ、ごめん。腕とおっぱいからチンチンやったわ。シュシュ。あ、なんか取ると。あれ、そういえばここにさ、エンブレムってなかったっけ？ここにはないな。ここにはないか、さすがに。左から来てないか？よし、オッケー。あれ？俺今押したと。オッケーオッケー、危ない危ない危ない。あれ、これ即死やったっけ？あ、違う、即死やったっけ？あ、やばい、おばった。うってぇ。ごめん。殴られるとき、俺だけがなぜかダメージ食らったみたいな見方なのかな。例えば、キャプター1の2と2の1、エンブレム一応見たけど、見事に、あと1個ずつ足りなかった。1の2と2の1。あ、で見事に1個ずつ足らんかった。3分の2と5分の4や。よいこん時って顔ぶち抜くん。顔やな。お、オッケー。また来てる。あ、ありがとう。やってくれてたよな。ジャイロ機能があるからね。あー、向けるのね。これジャイロ苦手やねんな。よし、オッケーオッケー。ほら。めっちゃカラー向けた。ほら、何やったっけ、スプラトゥーン3を、まあ、嫁さんがめっちゃ好きでやんねんけど、俺ダメなのよ。全く持っててあかんくて。あれはジャイロが苦手でさ。そうジャイロ使わないともう全然太刀打ちできへんねんけど、どうしてもやっぱりあの6とかの操作性に慣れちゃってるから、なかなか、あの嫁さんにそんなプレイしてたら遅すぎて絶対あかんでって。危ねえ、間に合ったっていう。そう、危ない。勢い余って、ハッチマキはプレ。いやー、本当に、あ、臭いって足。風呂入ったことないやろ。ベテランやったらもう一回か。入ったことあったらびっくりするやろ、どこの。こういうタイミングでさ。あ、すいません。ここから出てきた、なんか左側のさ、建物からも出てきてなかったっけ。もう処理したよ。あ、処理してんや。一応いんや。ごめん、敵やるわ。あ、ちょ。お、危ない。ほんまギリギリの戦い。ギリチョップ。崖の上に。シュ。あ、また来てる。シュ。そっち行くんか。あ、ちょっと待って、この岩つらいぞ。このタイミングの岩つらいぞ。嫌な予感しかせえへん。終わった。うっちゃー、でれん、やだ、速攻、気持ちいいんだろ。じゃあアインシュタインやから。オッケーオッケー。カオチ。オッケー。オッケー。一発目。来てないな。よしよし。あれや、一回死んだからちょっとゲームランクが下がって、ベテランの中でもゲームランクが下がって、あれっすよ。一応、
どうする？使う？いや、まだいんちゃう。いいや、使ってくれよかったな。よっしょ、オッケー。なんだなんだなんだ、超えた。オッケー。頼む。また来てる。タイミング早ない。行ってなんで？いつら腹立つ。よいしょ。もうこれまた1回目か。顔に当たってないのか。これあれやな。あのよゲームあるあるの一回つぼるともう終わるってやつやな。もう実装シリーズ決定や。実装したんで早いってもう来てるやん。頼んだ。あざす。プルチンやろ。背中の一物出さんかい。しかも悪いねんな。そうやんな、下の方かな。なんか一回下でやったことあるけど、すげえやりにくかった記憶がある。威力はそっちの方がやっぱ高いんかな。スタートが若干遅いけど。せやな、ためなあかんからな。オーバーヒートなりにくいんかちょっと。うん、2、3秒長かった。ああ、それいいな。どこ打ったらあれ止めれんの？まあまあ止まったかいんだけど。無視？いるけど無視？オッケーオッケーオッケー。プチのメス、プチのメス。オラオララ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 ラ。なんか俺はずっと足裏打ってんねんけど、わからん、ごめん、違ってたらごめん。オッケー。よしよし。あ、サンキューサンキュー、ナイスヘッドショット、ナイスヘッドショット。いいよいいよ、さすが、さすが弟さんですね。ヘッドは狙ってた。あー、一物を ぶっこ抜いてきかかった。ほい、よいしょ。すごいね、あのね、そっちがね、コントローラーバコンってやろうとかめちゃくちゃ聞こえてくるー。オッケー、あざっすあざっすあざっす。そう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 。で、さっきの話、あの、マリオカートとマリオテニスをさ、やってさ。そうそうそう、奥様と。あの、やっぱ、あのね、夫婦のスキンシップって大事やからさ。無言無言で、だらさ、俺がさ、ベラベラしゃべるからさ、くっと笑うわけよ、嫁。声を殺して。うん。でもね、笑い声くらいええやんけと思って、笑い声でさすがに特定されへんやろと思ってさ、そういう言っててんけどさ、まあ、黙って、でも、そんなんでさ、黙ってしゃ、俺が一人でベラベラさ、うわーとか、うぎゃーとか叫んでるの聞いてるだけで、おもろいって聞いたらさ、めっちゃおもろい言うと。あ、じゃあ満足してるとそれでいいでございますって言って。これダメ。あ、やっぱあれやねん。集中砲火大事やねんな。うーん。あ、よかったよかった。マリオテニスは2試合やって、1試合目からとか、嫁さんやったことがなかったから、うん、そう、あの、マリオテニス自体、その、キューブでも Wii でもやったことないから、あとは離脱してんねんけど。なんで俺、追い出してへんちゅうの。なんで新しい Wi-Fi の方が安定してるの？どういうことか。確かに。IPv6 なんで早いですよ、言ってたの。これ追い出されたってことはゲーム中断してんの？同じシーン見てる今。まだ酔っ払いの人たちがたくさん寝てる？いや、タイトル画面に戻ってますけど。マジで？了解。これ3の1から合流できんのかな？この箱。うん。多分できると思う。ね、今ちょっと血は喧嘩してるとかがちょっと。まあ、その嫁さんとさ、最初のダブルスで同じチームになってやってって、後にパート2で
シングルスで勝負して、史上最強の夫婦喧嘩っていうタイトルでもいようかなと。嫁さんの声どこやねん旦那が一方的に騒ぎまくるっていうね夫婦喧嘩とは多分手出されてんな。そうそうそう、であの実際にあの顔面にスマッシュぶち込まれてるから。あ、それはまあスキンシップやわ。おお、そうっすね、スキンシップっすね。はい。そう。で、その後、まあ、マリオカートの、あの、一番小さいカップだけやって。ああ、はい、はい、はい、おもろかったけどな、はい。嫁さんがさ、順位的に俺の真後ろとかにいたりすることが2回くらいあってさ、で俺、スタートダッシュミスんねんな。うん、嫁さん、スタートダッシュめっちゃ綺麗にうまくいくねんか。まあ、綺麗にお釜掘られんねん。収録からボッコボコって言ってさ。しかも、マリオカート64自体は初めてやのに、うん、普通に4位以内に入ってくるっていうな。パンツもろ見えやな。知らん知らん知らん。見てるの、こっちは。そう。もろ見えで。返答待ちやん。もうなんかもう。ややで、この返答待ちってもうなんかもう。トラウマやで。もう完全に一人で クリアしてることになってるわ、今。早くマジにガイツランできるの。いや、アップロードしないです。じゃあ、このままね、あの、連続取りになるんですけど、3の1やっていこうと思いますが、まあ、一旦ね、2の3かな、これ、はい、あの、クリアすることができましたんで、一旦、区切らせていただこうと思います。では、また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ、チャオ。バイバイ。